小読みよ小読み。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日の小読み言うていこか。今日はエベスさんの残り服やね。もうお参りした？ええように服授かるとええね。電車、天がすべてを許す日言うて言われとるけんども、調子こきすぎて悪いことせんように気ぃつけてな。一粒万倍日ついとるな。一粒の種が漁船に増える。えもんばかり増えたらやけど悪いもん増える可能性あるさかい気ぃつけて。鏡開き、年神様が滞在しとったより城の鏡餅をいただいてな、力分けてもろて元気に過ごそうかいうことやね。地域によって日が違うみたいやね。六曜は友引き、友を引くから行事は避ける。朝夕は吉、お昼間は凶。今日の絵とは木の絵ね。木の絵が陽の木、ね、ネズミが陽の水やから、これから音読五行読むと、木は水に養われるいうことで、創生、物事が順調に進むいうけや。まあ、こんな感じやけんども、ざっくり暦の注釈見てどう過ごすかは、あんたさん次第や。ゆるゆるとえひになるとええね。ほなまたね。